りが亀山城ですわ。亀山城、どっかここの先に高橋元彼が亀山城を向けて大砲を放した、それかもしれないですね。オートバイ神社行ってましたね。
葉の守護神。これなんか近づくとセンサーで突然動き出したりするんですよね。音楽が流れたりして、18番タジカラ、木造の鳥居ですわ。石段は新しいですね。涼しい。階段少なくてよかったわん。朝来ると逆光ですな。蜂の巣が、蜂の巣ができてるわ。